原田十吉の勇敢、古史玄武門の城壁自敗敵軍縄英年が、原田十吉から1938年8月6日、は、大日本帝国陸軍軍人。徳能家。日清戦争での平壌の戦いにおいて、玄武門破りの英雄として知られた。名前は、十吉とも表記される。三河国家門軍日民村に、原田光吉の次男に生まれる。 家業の農業に従事し、1888年、徴兵検査に合格し、豊橋府業第18連隊に入隊する。3年後に除隊、除隊後は帰郷し、農業に従事した。1894年、日清戦争が勃発し、召集された重基地は、平壌の戦いに参加した。9月15日に、平壌総攻撃の命令が下り、部隊は、 原部門に近づいた。原田は13人の決死隊に選抜され、城壁をよじ登り城内に入り、敵兵の抵抗にあいながらも城前を壊して門扉を開き、味方の兵を城内に引き入れたことによって、平壌は陥落した。新聞などで原田の活躍が日本国内でも知られるようになり、一躍英雄になった。原田は城東兵に進級。 高七級禁止勲章を受けた。翌1895年に日清戦争が終わって外戦帰国した原田を待っていたのは祝福の嵐だった。原田のもとへ祝福する人が大勢来たため、彼には多額の借金が残った。借金返済のため名古屋の工業市に芝居に出ることを持ちかけられ、現部門の戦いの芝居に出た。芝居は各地で好評を博し、 原田を名乗る別人による偽工業まで現れたという。借金返済が終わった後は、芝居出演から足を洗い、再び農業に従事した。日露戦争でも1904年に招集され、翌1905年に帰国した。以後は、競技で農業に励み、自給イブシタン肥料を生産し、米麦の収穫を倍増させた。この件で1923年と1924年に、 愛知県知事や軍農会から表彰を受けた。他に、区は桃、桃、霧などを山に植えて、農家の復讐入にも力を入れ、地元では、特農家として、尊敬を集めた。1938年に、六69歳で死去。原田の生誕100年にあたる1968年に、明治100年記念事業として、旧日民村の住民が、原田十吉健商品を建てた。 ありがとうございます。